この巻物に歴史の改変が発生しようとしています。今度も歴史を修正する戦いのダメージエネルギーを回収するのが狙いかしらね。ミラたちが出てきたら俺が向かいます。まずあなたは歴史の改変の原因を探り、その解決に当たってください。なあ、そもそもあいつらはエネルギーを集めて何をするつもりなんじゃ？そこまで大量のエネルギーを使うことといえば、おそらく暗黒魔界の復活でしょうね。暗黒魔界か。トワやダーブラの故郷ですよね。詳しくは知りませんが。知らないのも無理ないわ。この宇宙の裏側、大きな隔たりの向こうにある別の世界だもの。トアは大量のエネルギーで2つの世界の境界線を消してしまうつもりなんじゃないかしら。そんなことが起きたら一体どうなってしまうんでしょうか。宇宙の半分が悪の世界になってしまうんじゃ、想像もつかん地獄が待っとるじゃろうな。そんなことさせるわけにはいかない。絶対に阻止しないといけませんね。そう、人手がもっと欲しいな。俺のパートナーが帰ってきていれば。まだ帰ってきとらんの。心配じゃな。まあまあ、ミラたちを追っていればそのうち合流できるわよ。今回異変の起きた巻物には復活したフリーザとの戦いの歴史が収められているわ。フリーザですか。油断してはいかんぞ。油断はしませんが、一度倒した相手ですからね。俺も倒したことがありますし。バカボン、あやつを甘く見るでない。あんなやつ一撃で倒せるとか思ったのと痛い目を見ることになるぞ。あやつは生まれついての強者。今まで一度もトレーニングをしたことがないんじゃ。その気になって己を鍛えればどこまで強くなるのか、わしにも想像がつかん。この歴史のフリーザは極限まで鍛えて大幅にパワーアップしているわ。はっきり言って以前のフリーザとは別次元よ。覚悟して当たってちょうだい。それほどまでに強いんですか。そういうことじゃ。頑張るんじゃぞ。戦闘力を感じるぞ。さすがサイヤ人、味方になるととても頼もしい。私に遠慮せずにもっとやっていいぞ。こいつは
何でもありませんよ。しかもわざわざ殺さないように優しいですね。孫悟空はこの極悪人の私でさえ殺そうとしませんでしたからね。皆さん今は大きな素晴らしい人格者なんです。まったく出とかけますよ。落ちましたね。あなたには少しだけ退屈しのに付き合ってもらいましょうか。サイヤ人はどの道一人たりとも生かしておくつもりはありませんけどね。よし、押してる。あいつフリーザ相手にも負けてないぞ。いや、ただフリーザ相手に今度は私はお断りだ。十分活躍してやっただろ。ちょっと、孫君が瞬間移動するからみんなも最大限にパワーを上げて。そうか、分かった。あいつはいつもこのタイミングだよ。おお、呼んでいるようですね、あいつを。なかなか筋がいい。今の感覚を忘れるな。